パンパン。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、大山積神社。大山積神社。大山積神社にやってまいりました。大山積神社といえば。大山積神社といえばね、西会津、野沢です。野沢。はい。西会津にもね、大山積神社、まあ、全国にね、大山積神社はあるんですけど、まあ、山の神様として有名ですね、うん、この花咲夜姫様と岩永姫様のまあお父さんと、まあ、そう言われておりますね。その大山積神社のこの6月中はね、大山祭りっていうのをやっとるんですよ。はい、その大山祭りに今日は来ました。はい、はい、今日はですね、いつものポンちゃんとポンタです、あんちゃんとゲストのゆうさん。ゆうです。はい。ということで、今日は3人で道連れで。3人の道連れで。はい、行ってみたいと思います。今日今7時53分ね。7時53分。はい。じゃあ行ってみます。はい。今日探したいのはな、三花葉じゃん、三花葉。あ、三花葉この間咲いとったやん。そう。あれが三花葉や。三花葉。あの、吹きの葉っぱみたいのからちょろっと出て、で、あの白い花が、白い花がパパパ、あれがな、濡れるとな、ポンちゃん。透明になるんよ。濡れると透明になる？そう。朝露とかな、うん、雨に濡れると、うん、三花葉の花は透明な花になるよ。ガラスみたいな。見てみたいやろ？見てみたい。それはな、今日な、だから雨模様やろ。うん、雨模様。グッドや。もしかしたら？見れるかもしれん。見れるかもしれん。はい。それをね、今日はね、三花葉のね、透明な花を探しにやってまいりました。はい。はい。で、あの、ほら。ブルーベリーみたいな実があったやろ。あった。ここの登った時に あった。あれ三花葉の実や。食べられるの？食べられるんよ。マジ？ほんのり甘いって。ってね、ほんのり甘いって買い取った。で、あの種を植えるとな、三花葉育つらしいで。じゃあゆっくりペースだから。お先に行ったら。いやいや。待っててね。大丈夫よ、ポンちゃん。何？うん。てや、鳥道好きだしね、ポンちゃん。それも山の楽しみやろ。うん。ああ。ポンちゃん早足。そうやろ。うん。これゆっくり足や。これゆっくり。うん。亀足っていうの。亀足。うん。ポンちゃんは？亀足っていうのはね、亀足。亀足。亀足やばいじゃん。亀足。うん。あ、これは亀足。ぼ、今のは亀足。今はな。これが亀足になったらやばいね。亀足はやばい。うん。でもね、さっきの普通足や。登り方なんか見せたら、あれ、なんかヤギの足入っとるよね。ヤギ足入っとるから。ヤギはクライマーやからな。あの映像見たらわかるやろ。うん。西黒のね。うんうんうん。わかる。わかるや。シューシューシューって登ってた。だっていつも屋根登っとるからな。ゆうさん。屋根も西黒もあんまり変わらないよ、ね、なんかそんな感じしたで、うん、した。なんか全然難儀ない、なく、うん、今日は熊さんは出ないやろかな。分からん。熊さん来たらこうやってな、べしん、うん、尻叩く。お尻、うん、いやいやいや、見物や。乗ってな、うん、足柄山の金太郎みたいになるんや。人間の金太郎になる。そうや。で、それを映像化するんや。あ、そしたらもう1万 PV は間違いないやろ。熊に乗った熊に乗った男みたいな。な、頼むね。その時の撮影は任せる。撮影ね。でも、あのスイッチを入れ忘れんようにキャランって言った。そうやな。もう一回撮り直しはできません、ね。撮り直しあかんな。ここで不動滝、大山神社のね、途中にね、不動滝っていう滝がありまして、そちらから行きます。下まで降りんと見えんで、ボンちゃん。で、ここにね、潤いの女神様があります。潤いの女神様、ここが不動滝ね。
こんな感じでなんかねドームみたいになってますね。なんか一枚岩みたいな。はい、はい、八朔の滝到着しました。ここにはね出会いの道祖神さんがおられますね。ね、ポンちゃん、出会いの道祖神、これは出会い、ここは出会い、谷川だけは度合い、度合いな。お祈りしとくで、パンパン、三つどもえのブナがあるよ、ポンちゃん。三つどもえになっとるで。三つどもえのブナ。え？取れないね。これは三姉妹のブナか？三姉妹ブナやな。矢作の滝のところに三姉妹ブナや。な。そうするとこれは矢作の三姉妹というところか。ああ、矢作の三姉妹や、ポンちゃん。うん。あ、じゃあこれじゃないの？あ、これ。それは吹きや、ポンちゃん。それはただの吹きや。吹きか。うん。似とるけどな、ちょっとトゲッと、あの吹きをトゲトゲっとさせたようなな。吹きトゲトゲ。そんな葉っぱやで、ポンちゃん。矢作の三姉妹、ええな。うん、ええ。矢切りの私みたいでな。違う。それは違う。それは違うか。うん、ここは一本杉や、ポンちゃん。一本杉。はい。一本杉で、標高が387メーターって書いてある。うん。この一本杉、一本杉と言われには二本やな。なぜか。違う杉のことやろ。ぬくもりさんやな。これが。ここから杉並木参道ですね、ポンちゃん。杉並木参道。はい。あと本社へね、900メーターって書いてあるよ。まあもうすぐって感じだよね。うん。杉並木参道。うん。これまた旧道ですね。うん。じゃあこちら行ってみますよ。うん。はい。本社までね、あと5丁だそうです。どのくらい？ 5 丁ってどのくらい？ 500 メーターちょっとぐらい？はい。1丁部っていうのは、100メーターぐらいやったかな。100メーター？やっぱり500メーターくらいやろ。あと500メーター。そうやな。で、ここ出ると？ここを出るとな、階段が待っとるで。出た。な。階段。本社への階段。はい。まあ、600メーター書いとるけどな。ここにも道祖神さん。うん。ここにもな、道祖神、まどろみの道祖神や。まどろみ。そうや。疲れてここで休むか？まどろむってのは寝るってことやろ、うん、これがまどろみ、まどろみさんです。こっちに書いとるで、ポンちゃん。はいはい。こっからな、本社への石段202段が待っとるで。はいはい。標高はここで441メートルなそうな。ポンちゃんはこの道路道行くや。いや、階段道行くや。階段道、頑張る、頑張るか。そうやな。ちょっと雨降りさんやな。すごい石段やで。202段やからな。天空への石段っていうところか。で、この石段が、ここで終わりなんですけど、そしたらもう、すぐかと思うじゃないですか、普通。ここからお宮がな。それが結構まだまだなんですよ。じゃあなんでここに石段作ったのと。言いたいでしょ、うん、言いたい、ね。そしたらそこにもうなんかお宮がありそうな感じするやないか。うん、それを間違いない。それを勘違いさせるな、この石段。そういうことか。そういうことや。でも200、ここでまだ200メートルじゃないってことでしょ？あ、600メートル。ああ。
そうやな、400メーターくらいになったか。こっからね、杉並木古道みたいなね、感じで始まるんだよね。はい、熊野古道みたいな。杉並木古道。ね。古い道のことやね。うん、古道。心臓のバクバクの古道ちゃうで。その古道ちゃう。古い道の古道や。うん。あ、ほら、喜びの地蔵さんやね。はい。ここは喜びの地蔵さんでね、最後の地蔵さんやね。喜び、ここまで来たらもう大喜びってことだよな。もうあとすぐってことや。童心が合唱してるってことや。わあ、綺麗ね。うん。童心やからな。この水がね、美味しいですよ。ここが上社のね、湧き水。はい。手で洗います。はい、最後の階段ですよ、ポンちゃん。ここの湧き水をね、汲みますよ。で、こんな感じでね。ほいで、これからね、おそうめん、作ります。じゃあどうも皆さん、お疲れっす。お疲れ様です。お疲れっす。大山祭り。大山祭り。万歳。なんて、うん、何が万歳や。うん。うん。あ。いや、うまいですね。美味しいです。この苦味が、何度飲んでもたまらんで、ポンちゃん。たまらんね、あんちゃん。何のお漬物これは、わらび、アスパラ。わらびとアスパラ。水菜。が、いろいろ入ってる。いろいろ入ってるよ、ポンちゃん。お風も入ってる。からしのきゅうり漬けです。からし。これ何これ。からしきゅうり漬けです。お魚だよ、あんちゃん。お魚か？おいしい。うまい？うん。ビールに合うね。うん。これは。ビールに合うね。うまいよ。ええー、ぜ。1、2の3番。4番。じゃららららららら、ほら。わあ、あ、これ。この感じが、絵になっとるよ、ポンちゃん。おー、はい、かき混ぜます。これ、手延べそうめんね。手延べそうめん。うん。どこの手延べそうめんといえば？といえば？島原の手延べそうめん。缶作りよ。缶作り。わからないけど。厳冬期のそうめんのね、うん、これ、絹糸みたいに細いタイプで。細いよ。島原そうめんってのは細いか。細いな。うん。ちょうど島そうめんより細く感じるで。感じるで、ポンちゃん。感じしとるで。しとる。うん。な、1分45秒からな。うん。おしゃべりしてる間に1分45秒経ってしまうで。うん。うん、よし、とに立ちしたら OK やな。このきゅうりはビールに合うで。これ合うね。うん。このきゅうり食べてるだけでビール3本いるな。買いに行かない。味濃いっすから。うん、でも美味しい。美味しい。この。もういいんじゃない？使えた時はね、この塩分濃い方がね、いいんじゃない？あの、塩分使うからね。うん、もうええか？もうええかな。もう一煮立ちか。もうええです。そうめん完成しました、ポンちゃん。とめ完成です。はい。薬味はね。薬味は大葉さんと。大葉さんと。みょうがさんと。ネギ。それとに。はい。生姜と。生姜と。わさびもあります。わさびもあるんか。うん。すごいな。そうめん食べます。そうめん食べてみて。いただきます。はい。どうですか、ポンちゃん。おいしい。出ました。はい。おいしい。おいしいね。おいしいございます。うん。みょうががまたね。うん、
合うね。合うね。そうめんには。うん、そうめんとね、冷麦の境がわからん。うん。どっからがそうめんで、どっからが冷麦かはようわからん。わかるポンちゃん。いや、もうわからない。子供の頃に食べた冷麦はね、3色の色がついてる。あれそうめんじゃないの？ポンちゃんの食べたイボの糸のそうめんは中にピンクと緑入ってたよ。そうめんで？うん。あ、ほんと。三色そうめんは聞いたことありますけどね。三色そうめん。逆に三色冷麦は初めて。はい、雨がすごいんでね、皆さん雨装備です。いやーポンちゃん、もう帰りはね雨降りでね、うん、こんな感じでポンちゃんはあのてるてる坊主さんで、いた高地蔵さんや